教育基本法ってのは安倍政権下、第一次安倍政権下で改正されて、そういうことです。こういう歴史の教訓に基づく原則なのだから、真剣に守る努力が求められる。まあ恥ずかしいですね。恥ずかしいでしょう、お金のことばっかり考えてる、お前のことだろう。をしていた当時の、はい、派閥の事務総長、はい、まあ本来で言えば会長も問題になるんですけど、会長は ね、ご存知の通り細田さんも安倍さんももうお亡くなりになってますから、はい、事務総長のこの方々のところに、まあ、刑事責任追及の、うん、捜査のメスが届くのか届かないかってことなんですけれど、うんはい、ちょっと聞いてるとね、はい、やっぱりこれやらない、これ嫌な言い方ですけれども、やらないと検察に対して今度批判が来るでしょう。この程度で済ますのかっていうことで、はい、だからどうも検察はやっぱりやる気満々のようなので、うん、もしかすれば、この今言った事務総長経験者の中のどなたか、うん、あるいは複数はもう刑事責任の追及ってことをされてくるんじゃないかなという感じのことはおっしゃってますよね。そうですか、うん、それでね、はい、どうぞ。いやね、はい、それでこの池田議員なんですけれどね、はい、このまあ、今回逮捕されたっていうことで、はい、まあ、あくまでも容疑段階なので、そのこれが本当にその池田議員がどこまで悪質だったのかっていうあたりは、うん、まあ、今後の報道も含めて注意深く見ていかなくちゃいけないんですけれど、はい、この池田議員って、これ、自民党安倍派の、まあ、4回生なんですけれども、はい、いわゆる安倍チルドネン、2012年の選挙で当選した魔の何回生って言われる世代のこう議員なんですけどね、はい、この議員についてちょっと考えなくちゃいけないところがあってですね、一つはね、これ実は去年の12月14日、もうこの問題がこう明らかになりかけていたと、明らかになっていた時なんですけれども、まだ強制捜査を受けてない時の、これ、朝日新聞に非常に興味深い記事が出ててましてですね、文部科学副大臣なんかも務めてるんですけれども、はい、この池田さんですね、これ2018年のことなんですけれど、まあ、安倍政権の問題点を告発した元文部科学事務次官の前川喜平さんが、はい、その名古屋市立の中学校で講演した際に、はい、その文部科学省が講演内容なんかを調査して、いろいろね、こんな人を辞めさせた方がいいんじゃないかっていうふうな問題が起きたんですね。そうなんですよ、はい、でこれって要するに、その教育内容に対して行政が踏み込むってことで、こんなことしていいのかと、うん、これもう完全に違法行為なんじゃないかって、政治による教育の介入だっていう批判が高まったんですけれども、はい、実はこれを文部科学省にやらせるように指導していたのが池田さん。で、池田さんっていうのはもともと日本青年会議所の会頭なんかを務められていて、はい、まあそういうその思想的に言うと、うん、まあ僕は保守って言いたくないので、右派って言いますけれども、はい、右派の人なんですね。で、この朝日新聞の記事がその傑作なのはですね、この時も、はい、要するに説明責任を全くこう果たさずに逃げ回ってたんですね。で、今回も、はい、要するに、家宅捜索を受けたのが、先ほど朝日の記事ですけれども、はい、昨年の12月27日ですから、それから考えてももう逮捕されたのが昨日ですから、はい、もう10日くらいあるわけですよ、はいはい、そうですね、この間一度もですよ、一度も公の場に出てきて、きちんとその説明することなく、まあ、自分が潔白なのであれば潔白であるとか、はい、あるいはこういう事情があったんだったらこういう事情があるとか、あるいは申し訳なかったであれば申し訳なかったとかっていう説明責任を果たすのが議員としては当然じゃないですか、うんうん、でその前川さんのこの問題の時も逃げ回っていて、今回も逃げ回ってるっていうことで、これね、その朝日新聞のこう記事でね、これ池田さんの地元って愛知県なんですけれども、はい、その地元の自民党の議員が、まあ、こう言ってるっていうんです。もう池田議員について完全に逃げ癖がついている、雲隠れの常習だ、逃げた吉高に解明したらどうだって昨日池田じゃなくて逃げた吉高に解明したらどうだって言われちゃってる、ね、と自民党の議員に言われちゃってるんですけれど、でさらにね、その、まあ、傑作って言ったらあれなんですけれども、この池田さんっていうのはどっちかっていうと右派の政治家で、はい、その文部科学省のこう副大臣なんかも務めてるので、いわゆる教育問題について熱心で、うん、最近その道徳を強化化しようとか、道徳の授業っていうものが大切だみたいなことを一生懸命になって進めてた安倍チルドレンのうちの一人なわけですよ、うん、ですね。でね、これ朝日の記事で書かれてるんですけれども、日本青年会議所の会頭だった時代です、まだ議員になる前ですけれどもね、はいはい、衆議院の教育基本法に関する特別委員会、これ、うん、教育基本法っていうのは安倍政権下、第一次安倍政権下で改正されて、どっちかっていうと国を愛するとかいうことが前面に出される教育基本法になって、はい、まあ、僕に言わせると教育基本法の改悪に近いんですけれども、まあ、その特別委員会に参考人として池田さん出席をして、こ
んなことをおっしゃってるんですね、はい、いいですか。伝統的な道徳心が失われていることを非常に危惧している、うん、自分さえ良ければいいとする刹那主義が横行し、どんな手段であろうと金を稼いだものが称賛される、そんな価値観が肯定されるように思われてなりません。まあ官僚4800万がどの口が言うかっていう話ですかね。さらにこうおっしゃってるんですね。個人の利益や権利のみを主張する利己主義というものは公教育において完全に否定すべきです。あら、ま、そしてまた自由には責任が、権利には義務が伴うといった生きる上での基本をしっかりと教えていかねばならないと思っています、はい、常に公の利益を尊重できる人に子どもたちを育てていかなければいけない、そう私は考えるのであります。あら、ま、困っちゃいますね。え、うまいですかね。いや、ブーメランっていうかなんていうかですけれど、まあ、今回恥ずかしいですね。恥ずかしいでしょう、お金のことばっかり考えてると、ね、お前のことだろうみたいな。ね、本当ですね。恥ずかしいな。だからあの、まあこう、まあ、池田さんのことをこう、まあ、いろいろこう、ね、捕まったからって言って、まあ、上げ足取ってるわけじゃないんですけれども、うん、でもこの人だけじゃないんですね。そうです。それがもう恥ずかしながら、そうだから切な主義、自由には責任が、権利には義務が伴うんだ、お金のことばかり考えちゃいけないんだって言っている政治家は池田さん以外にもいっぱいいらっしゃって、この自民党の状況っていうものを考えると、はい、っていうことなんですけれど、一つにはね、やっぱりそのこう、まあ、安倍政権下で極度に強まったこの愛国とかね、うん、そのまあこう、うん、右派政治的なね、はい、国を愛するとか、国を愛するとか、あるいはこう隣国に対するこう排外主義的な主張であるとか、うん、こういうものを声高に言っていた、あるいは教育には、まあ、教育職務だ道徳だみたいなことを言っていた人たちの、まあ、ある種本性みたいなものが、うん、今回明るみに出たっていう問題が一つですよね、うん、はい、それからもう一つはこれ日本共産党の畑野君です。3月28日の党委員会の冒頭、林芳正文部科学大臣から名古屋市立中学校の総合的な学習の時間の授業で行われた講演の内容に対し、文部科学省が調査を行った件に関する発言がありました。文部科学省の前川喜平前事務次官が名古屋市立中学校の授業で講師を務めた経緯の報告と録音データの提供を文科省が名古屋市教育委員会に求めたという問題で、3月16日、市教委は記者会見を行い、文科省のメールは前川氏に講師を頼んだ理由を繰り返し聞くもので、講師に的確ではないと文科省が考えていると受け取れる文面だったと述べています。3月17日、院内で野党合同ヒアリングが行われた際、外部からの問い合わせについて、政治家からかどうかの私たちの質問に文科省は答えませんでしたが、前回の委員会でも林大臣から赤池正明参議院議員、池田義隆衆議院議員からであったと発言があった通りです。教育現場の教職員からも、授業の内容など教育課程の編成権は各学校にあり、本来文科省は不当な介入から学校を守るべき立場です。その文科省が各学校の授業に介入し圧力をかけるなど、憲法と教育基本法が禁じている国家権力による教育内容への不当な支配そのものであり許されないなど非難の声が次々と私のところにも寄せられております。これは行政による教育への不当な介入という有識問題です。そこで最初に、私はそもそも憲法と教育基本法に照らして教育行政はどうあるべきなのかについて正したいと思います。林大臣は3月23日の参議院文教科学委員会の委嘱審査で、不当な支配について法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関等の行為は不当な支配とはならないと築城解説の該当部門を引用され、地教業法に基づいて今回行った調査は教育基本法に規定する不当な支配に当たるものではないと述べられました。そこで伺いますが、林大臣は法律に基づく行政教育行政機関の行為は全て無条件で不当な支配には当たらないとお考えになっていらっしゃるんですか。林文部科学大臣、教育基本法第16条第1項に規定する不当な支配、とは国民全体の意思を代表するものとは言えない一部の社会的勢力、政党官僚財界組合等が党派的な力として教育に不当に介入してくることをいうわけでございます。で、このため、論理的には教育行政機関が行う行政でも不当な支配に当たる場合があり得るわけでございますが、
法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為は不当な支配に当たることはないというふうに考えているところでございます。そこでもう少し深く考えていきたいんですが、教育は不当な支配に服することなくというのは旧教育基本法第10条第1項にあって現行の16条にも引き継がれているわけですが、この規定はどのような歴史的な教訓から導き出されたのでしょうか。時は障害学習政策局長。旧教育基本法制定時におきまして、帝国議会、この当時は帝国議会でございますので、帝国議会における政府答弁によりますと、不当な支配に服することなくという文言については、従来、超国家主義的、あるいは軍国主義的なものによって、教育が動かされるということがあったことから、特に規定されたものであると。いう旨の説明がなされております。そういうことです。こういう歴史の教訓に基づく原則なのだから真剣に守る努力が求められています。で、さて今回地方教育行政の組織及び運営に関する法律地教業法第53条に基づいて行われた調査が問題となっています。林大臣は3月16日の記者会見で、例えば学校の教育活動が法令に反している、学習指導要領に違反するというような教育内容となっている、特定の児童生徒に不当に不利益が及ぶような扱いがあるという可能性が認められる場合に、個別の学校の活動について文科省が問い合わせをすることは一般的にあると述べられております。この規定に基づく過去の事例はどのようなものがありますか。高橋初等中等教育局長。保護者や学校関係者からの問い合わせや報道等を契機として文部科学省から教育委員会に対し個別の学校の教育活動について問い合わせをすることは一般的にはあることでございます。具体的な事例をいくつか申し上げますと、例えば高校の数学の学習評価が不適切に行われているとの匿名の保護者の方からの情報提供を受け、これまでの経緯や今後の対応等について確認した事例、また高校の特別活動の授業で使用した教材の内容に偏りがある旨の報道機関からの情報提供を受け教材の内容等について確認した事例、さらに中学校の理科の実験中に複数の生徒が体調不良を訴えて病院に搬送された旨の報道を受け授業の内容や生徒の状況学校の対応等について確認した事例、こういったものがございます。3つしかないと53条に基づいてのものは。で、文科省から提供された資料を見ますとですね、いずれも情報提供がなされた段階で法令違反や児童生徒に対する不当な不利益が認められる、あるいはその蓋然性が高い場合なんですね。今回のケースについて法令違反や生徒児童に対する不当な不利益といった事実蓋然性はどこにあったんですか。高橋初等中等教育局長。この授業を行った前次官はいわゆる天下り問題等にかかって単に監督責任だけでなく本人自身の違法行為により停職相当された方であり、また前文部事務次官という文部科学行政の事務方の最高責任者としての地位にあったものでございます。このような背景を踏まえまして授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうか懸念されたため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条に基づく指導助言援助を行うかどうかを判断するために、同法53条に基づいて調査を行ったものでございます。結局文科省の事務方のトップが話す内容というのは、仮に学習指導要領に反した内容でも正しいと受け止められる可能性があると、仮にの話で、なおかつ可能性、こんな理由でですね、教育内容に国が介入できるとすれば、客観的な事実などなくても主観的、恣意的な判断で好き勝手に授業内容に介入できるようになってしまうとこじゃありませんか。教育基本法に基づいて行われるべきだと、今回の地教業法53条の調査の過去の事例と比べてもですね、極めて今回異常だと言わなくてはなりません。先ほど政府は最高裁判決と同じ立場だということを確認いたしました。不当な支配にならないよう配慮する拘束を受けているんじゃありませんか。教育基本法というものがあってですね、その下にそれぞれの法律があるという意味で趣旨はそういうことではないかというふうに思っております。憲法と教育基本法に基づくならば、教育内容に対する国の介入は極めて抑制的でなければなりません。で、今回の調査については、先ほども同僚委員からいろいろ紹介がありましたが、いろんな立場の方が批判的な意見を述べられております。日本教育学会会長の広田照之氏は、あまりにもやりすぎだと思う。個別に学校に問い合わせるには法令違反が認められたり、いじめなど子どもの教育に悪影響が及ぼすケースだったりする場合で、今回のケースは全
く該当しないとおっしゃっておられます。長谷博士元文部科学大臣も私も許可を得させていただきましたが、ブログで、必要であり圧力介入そのもの、公教育現場の授業内容にこと細かく文科省が介入することは言語道断、民間人である前川さんに過剰反応することは文科省にとって前算数にしかならないと述べられております。自民党の石破茂元幹事長もあんな講演をやるのはいかんじゃないかと言って、文科省が一体どんなことだと、それはおかしくないですか、そんなことやり始めたら言論の自由はなくなってしまうと述べておられます。今回の発端を作った赤池議員もその関与は重大で、その責任を免れないのは言うまでもないんですが、ご本人のブログで文科省が名古屋市教委に出した詳細な質問書という手法に対しては誤解を大きく招くもので、やりすぎだと指摘したとご自身のブログで述べられておられます。さらに小木直樹氏は、赤池議員は自民党の文部科学部会長、池田議員は部会長代理であると指摘した上で、自分が意図せずとも受けた相手が圧力を感じる、これパワハラの基本構造とぴったり重なる、林文科省必要に応じて教委に問い合わせや事実確認をするのは通常のこととおっしゃるけど、しかるべき肩書きや権威を持ったら自らの言動が圧力になる可能性を自覚し自重すべきと言って、教育基本法の不当な支配に服することなくに転職しているというふうに指摘をしておられます。前川氏は退職後各地で講演をされておりまして、私も一昨日川崎で行われた講演会に参加をしてまいりました。憲法と教育基本法に関する大変素晴らしいお話でした。前川氏は昨年来これまで多くの講演を行っていて、その場その場に応じた適切なお話をされています。私もマスコミ報道を見ました。その実績の中に法令違反あるいは生徒の不当な不利益となる強い疑いが生じるような事実は何かあるのかと、あるのなら具体的に挙げていただきたいと思います。高橋初等中等教育局長、前川前次官がいろんなところで講演をしていることは報道等で承知しておりますが、今回は公立の学校で行ったというのは初めてでございますので、それについては承知をいたしておりません。何かあったんですか、問題は。畑野君江君、それで何か不適切な問題があったという結果ですか？なかったわけでしょ？学校以外の場での講演については、私から何かコメントすることは差し控えさせていただきたい。いただきたいんですけども、そういうことがあって、そして今回の授業で、そういうことを含めてですね、あったんですかと確認です。なかったとおっしゃってるんだから。繰り返しになって恐縮でございますが、一般の講演会や、あるいは最近出版された著書の中で、いろんな発言、意見をおっしゃっておられることは承知しておりますが、今回はあくまで学校で行われた発言ということが、授業ということが私どもとしては調査の対象でございましたので、それについてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。答えられないってことはないってことですよ。本当にひどい調査だったと自ら認めたものじゃありませんか。名古屋市教育委員会の方は個別の指導内容について文科省からの問い合わせは異例だったと、こうおっしゃってます、記者会見で。調査の結果は、治教業法48条の助言でした。その唯一の内容は、前川署本人の違法行為によって停職相当とされた事実を知らなかったから、ということのみです。大臣も署中局長も自ら違法行為を行ったと、鬼の首を取ったように強調されますが、しかし、文科省が3月1日に、名古屋市教育委員会に初めに送ったメールですね。皆さん持ってますが、前川氏が自身の違法行為によって停職相当とされた事実を知っていたかという質問項目ないんです。文言もないんです。二度の追加メールに付け加えてられてるんですね。53条の調査を正当化する理由を無理やり、先ほどあったように後付けで作る。こういうことしか考えられません。こんないい加減な調査の結果は助言です。全く何の意味もない。教育現場がこんなものに縛られるなどたまったものではありません。伺いますが、この48条に基づく指導助言援助の法的拘束力どうなってますか。治教業法48条に基づく指導助言及び援助はいずれも非権力的な関与であり、法的拘束力を持たないものとされております。指導助言に従うか否かは相手方の主体的な判断に委ねられております。お認めになったように法的拘束力はないということです。文化的な作用であるべき教育への指導助言は法的拘束力はありません。それは内容の卓越した素晴らしさで教育者を
感服させるものでなければならないからです。しかしその内容が今回のようなものならば、文科省の言うことなど聞かなくても構わないということになるわけです。実際、名古屋市教育委員会は3月16日の記者会見で、我々は多様な観点を大切にしており、人選が間違っていたとは考えていないと述べておられます。当然のことです。私、この問題で最後に申し上げたいのは、今回の調査にあたっては、政治家の関与、文科省のメール検討のプロセス、政務三役への報告内容など、記録が残されておりません。口頭だという報告なんです。ことの発端となった赤池議員から官房長へ送られたメールも残っておりません。消してしまったという報告です。文科省からは。特定の事業への調査など、よほどのことがなければ、やるべきではない業務について政治家と接触があった場合、その記録をきちんと残すべきです。国が地方教育行政に関与する場合、そのやり取りを記録に残し、それが不当な支配に当たるのかどうかを客観的に検証できる仕組みを作るべきだと思いますが。今回、残っておりましたメール等はですね、皆様のヒアリング等々にも全て提出をさせていただいておるところで、ございますが、まあ、私、表現ぶりということと、それから政務三役に報告連絡相談すること、まあ、2つほど初等中等教育には注意したところで、ございますが、こうした今回の事案の経緯を踏まえてですね、省内の報告連絡相談より密なものとするとともにですね、教育現場等に対してより一層丁寧な対応を行うように努めてまいりたいと思っております。憲法と教育基本法に基づいて教育現場に不当な支配を持ち込むことがないように、二度と繰り返さないように重ねて申し上げたいと思います。委員長、この問題でですね、やっぱり集中審議という議員からの要望があります。私もそうだと思います。これ本当に教訓にしなくてはならないということで求めたいと思います。理事会に諮りたいと思います。田野君江君、最後に一言どうしても質問しなくてはならないことがあるんです。明日で3月が終わってしまいます。今全国の大学で無期転換を希望しながら雇い止めの不安を抱えるたくさんの非常勤講師職員の皆さんがいらっしゃる。